ゲームキューブ。月刊任天堂。Here we go! Come on! Ah! Ah! Hooray! ゲームキューブに夏到来。今度のマリオは夏真っ盛り。スーパーマリオサンシャイン。舞台は常夏の島ドルピック島。青い空、美しい海、バカンス返上でマリオが大冒険。マリオそっくりの何者かが島をドロドロに汚している。真犯人を見つけ出し、美しい島を取り戻せ。背中にあるのは新アイテムのポンプ。ポンプから吹き出す水を使ったアクションでマリオの行動範囲はぐーんと広がる。吹き出す水で敵を倒す。落書きを消すのも水の力。地面に向けて噴射するホバーで浮き上がり、パワーを貯めればスーパージャンプ。ホバーを使った新感覚のジャンプアクションゲーム、ダッシュ、ジャンプ。おなじみの仲間たちと南の島で冒険だ。最高の大冒険がゲームキューブでついに実現。任天堂ゲームキューブ、スーパーマリオサンシャイン。ゲームキューブ。月刊任天堂。ゲームキューブ初のオンラインゲーム登場。世界中の仲間との冒険が始まる。ファンタシースターオンラインエピソード 1&2。 ゲームの主人公は君自身。種族、性別、職業はもちろん、髪型や服装などを選んで君の分身を作ろう。キャラクターができたらモデムアダプターを使ってネットワークに接続。プレイヤーたちの集まるロビーへ出て仲間を探そう。気の合う仲間とパーティーを組んだら、いよいよ冒険へ出発だ。モンスターとの戦闘はリアルタイムバトル。仲間と言葉を交わしながら協力し合い戦う。敵に真っ先に切り込むハンター、遠距離から敵を狙い撃つレンジャー、背後からテクニックを使い援護するホース。それぞれの役割を果たし、連携することで戦闘に勝利。手強い敵を倒したとき、絆はさらに強くなる。冒険の仲間はいつも一緒とは限らない。たくさんの出会いと別れ、仲間が変われば冒険もまた変わる。もちろんネットワークに接続しなくても、一人で、二人から四人でもオフラインでの冒険を楽しめる。ネットワークを通じた人間同士のコミュニケーションで、予想もつかないドラマチックな展開。新しいゲームの世界が幕を開ける。ネットワーク RPG ファンタシースターオンラインエピソード 1&2。 ゲームキューブ。月刊任天堂。
世界最大のゲームショー E3。 今年出展された任天堂ゲームキューブ新作ソフトを速報一挙大公開。ソフトの内容は月刊任天堂で次々に紹介。2002年ゲームキューブは止められない。ゲームキューブ月刊任天堂。最大のゲームショー E3。 今回はそこで紹介されたゲームキューブソフトを一挙大公開。充実のソフトがゲームキューブに大集合。2002年ゲームキューブは止められない。ゲームキューブ月刊任天堂。
ゲーム内の行動はプレイヤーの意思が反映され確率が変わるルーレットで決まる。それぞれの島にはアトラクションがてんこ盛り盛り。ミニゲームだけでも遊べるモードがあるぞ。さあみんなで盛り上がろう。さあこれがマジカルパークだ。みんなでレッツプレイパーティーゲーム。 OK、 Here we go。月刊任天堂。ゲームキューブ。スーパーマリオ最高の大冒険がゲームキューブでついに実現。これがスーパージャンプだ。空へ、海へ、自由自在に飛び回れ。エンターテインメントの頂点へ。任天堂ゲームキューブスーパーマリオサンシャイン。
ゲームキューブ新価格19,800円。ゲームキューブ。スーパーマリオ最高の大冒険がゲームキューブでついに実現。ウォーターポンプが大活躍。飛ぶ、倒す、圧倒的な迫力のニューアクション、エンターテインメントの頂点へ。任天堂ゲームキューブスーパーマリオサンシャイン。ゲームキューブ新価格19,800円。ゲームキューブ。月刊任天堂